砂浜 T シャツアート展砂浜 T シャツアート展は高知県旗郡黒潮町の入りの海岸にある砂浜美術館で開催される T シャツアートの展覧会主催は特定非営利活動法人砂浜美術館開催時期はゴールデンウィーク中の5日間砂浜に建てた柱の間に渡したロープにイラストを施した T シャツを並べて吊り下げる形で展示される展示される T シャツはすべて公募作品であり、オリジナルのデザイン、写真を素材として募集する。素材側、オーガニックコトン T シャツにプリントされ、展示された後は、出品者の下へ送り届けられる。期間中には、その他様々な催しも同時開催される。第1回は1989年。黒潮町職員の松本敏郎が、デザイナーの梅原誠と共に、 砂浜美術館を設立。砂浜美術館の一展示として、フォトイラストレーターの北で広島との発案で T シャツアート展を開催した。発想のヒントは、花王の潜在ニュービーズの広告であったという。当初は、上議会で議員から批判的な意見が出たりしたが、やがて多くの観光客を集めるイベントに成長した。以下の章がある。ありがとうございます。